中国大好き山田です。今日はですね、こちらの方横浜スタジアムさんが来てるんですけどもね、今日ここの館内にまっすぐ行ったら着くんですが、ここの道路実はオリンピックになると歩行者様が不快になる、通行禁止エリアになるんですね。なのでこの光景はしばらくするとオリンピックが終わるまで見れません、そういうことですよ。そうやって皆様のご協力を得て開催近づいてきてるっていうところですね。本当に感謝しております。